どうも、おでです。桃太郎連で15続きからやりましょう、続きやりましょう、92年目でしょう、久々だな。どうも、久しぶりです。お久しぶりですって、まあ。前回の収録から、まあ、3週間ぐらい経ったのかな。まあ、3月入ったんですよ、もう。3月入りましたね。うん。まあ、ぶっちゃけ3月初の収録なんですけど、3月今日8日かな？今日8ですね。3月8日でございます。今さっきまでね、マーチ降臨やってました。で、なんで今日、わざと撮ったかっていうのは、今回ちょっと割とちゃんと理由がありまして、3月10日、あさってですね。あさってに僕、急遽、1ヶ月東京に帰ることが決まりまして、はい。1ヶ月東京に帰るんですよ。よって、今これやらなきゃいけないんですよね。で、次のシリーズは、その1ヶ月の間に全部取り切んなきゃいけないということも判明して、今急ピッチで撮って、明日ガーって編集して10日に東京行くっていう感じですね。とんでもないことしようとしてます、今。本当に。とんでもないことしようとしてる。要は、今日、明日で僕は16本編集しろってことですね。死ねって言ってるようなもんです。はい。死ねって言ってますね。はい、というわけで、まあ、続きからやります。で、だから、まあ、要は、今からもうぶっ続けで最終回まで取らなきゃいけないところですね。マジかと。マジかと。はい、ではやりましょう。所持金92兆4350億9440万円。はい、なんかもう、小学生が考えた大金みたいになってんな。オッケーオッケー。あ、貧乏神つく感じじゃない。目的地どこよ？鹿児島？あ、鹿児島か。おいどんだ。まあ、でも、おいどん意味ねえんだよな、もう。おいどん意味ねえんだよな。全く。もう、だって、これよ、もう、今、無敵に近いもん。無敵に近いというか、もう、無敵だね、正直ね。無敵です。はい。なんかしなきゃいけないこととかあったっけ？特にない。よいしょ。じゃ、博多。特にしなきゃいけないことないのかな。どうなんだろう。刀狩り新幹線やば。多分これ何回か使ってるよね。うわ、絶好調じゃん。絶好調だし、こいつスペシャルめっちゃ持ってたな。ボーミーモンキーかなんか来たのか。金持つのは別にいいんだけど、結構もらえんな。観音寺のやつか。あったな、そんなイベント。なんか砂のあれな、小銭のなんか形になったみたいな。歓迎通報やったっけ？あんま覚えてない。なんとか通報みたいなやつ。とりあえず通報されて、お前は絶好調だし。じゃあ、目的地入るか。いや、入ってもいいんだけど、このミクソ緑と、あ、そういえばなんか下ネタ禁止とか俺なんか言ってたよね。下ネタ禁止か。下ネタ禁止厳しいな。そう、俺編集したり気づいたんだけど、厳しい。うん。チラッとやったんだけどね、編集ね。チラッとやったんだけど、厳しい、本当に。そう、厳しい。まあ、急ピッチで編集しなきゃってことでね、まあ、結構大変だけど、まあ、そう、てか、今を気づいたんですけど、最近ちょっとね、いろいろあって見れてなかったんですけど、再生回数をちょっと久々に見たんですよ。したらなんか、大半1000超えてて、未だに1000人の俺の動画見てんだと思ってね、びっくりしましたね、さすがにね。うん、超びっくりした。だって、ぶっちゃけ、これ2005年のゲームよ。2005年のゲームを見に1000人来てるわけでしょ。しかも俺がただ喋りながら桃鉄やってるだけっていう動画よ。それを1000人も見てるわけでしょ。すごいことだよね、はっきり言って。とんでもねえよ、俺すげえんだな。ごめんなさい、嘘です。皆さん本当にありがとうございます。マジで、これはマジで本当にありがとうございます。いや、本当にでもね、超マジでびっくりしてる。1000人も来るんだってなってね。逆に、とんがりは100人いないことが、100人見てないことが大半だけど、とんがりもうちょっと見てくれよとは思うな、ちょっとな。いや、まあ、とんがり、まあ、俺が勝手に暴走してるだけなんだけどね、あれね。もう、ずっとガラッパガラッパ言ってるだけだもんね、正直ね。よいろー、久々だな。おめえもしかしたらこれでラストなんじゃねえの、登場。なあ。おめえ、あと1マスじゃん。あっ。おい、何のために来たんだ、おいどん、こら、プリンタイ、こら、てめえ、おい。おい、そこのプリン、こら、プディング。ベリベリプリング、パフェの上に乗ってるやつ。下がコーンフレークだらけのやつ。パフェ僕食ったことないけどね。てかね、僕ね、生クリームが苦手なんですよね。おめえ、何もしてねえだろ、げ！何もしてねえじゃん、てめえは。何、はい、仕事しました、みたいな感じでさ、仕事しました風の、なんか空気出してんの、お前。何もしてねえからな、お前は。
カスだよハワイか、さりげなくとんでもない目的地になっちまったな。よいしょ、まあ、とりあえず近づいてリニアでパッと入る。あっ、やべ、やっちゃった待って、何も考えてなかった今。何今のミス、ちょっと待って、今のミスひどいな。桃鉄が久々すぎて操作忘れてんじゃん、俺。ひどい、ちょっと待って、ひどいぞ、今のは。うわい、来たね。てか、なんか下手すらラストキングの可能性、待って、4しかない。え、待って。お前、待てや。4はまずいでしょ。しかもこれ角度的にグアムだから目的地めっちゃ近いやんけ。お前あと9マスしかないじゃん。まずい。ちょっと待て。お前千人駅行ってくれよ、お前。俺の代わりに行けてめえ。おい。お前何のためにいいんだよ、マジで。3はまずい。何マス ?26 マス。ワンチャンリニアで行けないこれ。これ行くべきだろう。さすがに行くべきだって。あ、いける。よかった。行こう。3はまずい。オッケー。またかって言われるんでしょ。あ、知ってる。もう、ぶっちゃけ、かなりの回数でもうここ訪れてるからね、俺ね。うん、知ってるよ。はい。はい、ありがとうございます。はい。お世話になります。あぶねー、マジ怖い、ほんと。いや、今ギーが来たらほんとシャレならんねん、俺。額が。あの、バカみたいに取られるから、ほんとに。冗談じゃない額取られる。92兆取られるわけで。死ぬよ、92は。ただ、こいつシンプルに入りそうだよな、これ。シンプルに目的地入りそうが一番下手するやばいよ。こいつなんか確定系のカード持ってたりすんのかな ?10 個ぐらいいくら700ね。いいと思う。すごいいいと思う。てか、てめえ、チコより使ってくれや。あ、で、キングだからか?あいつがキングいるからってことか?多分そういうことだよな、これな。まあ、確かにキングいたら使わねえな。いや、神戸は今、ダメだ。サラウドン来たら、シャレだな。ここ。こいつよりは近いでしょ。もう空港だし。てかこいつしっかりお払い買ってくるんだな。お前それなりにめんどくさいね。これ貫通して入るしかないんだろうけど。おー、珍しい。ただ15億か。全然や。45億しかしてないや。それ下手すればバッテンレベルで弱い。最初の方なんか初期だとそれ強いんだけどね。なんか後半戦だとそのサイコロ1個にめちゃめちゃ弱いよな。ぶっちゃけデミ1個あたり100億円でも安いもんね。はい。明日の出来事は明日俺編集やわ。普通に一日中編集ですけど、多分モンストする時間すらないよ俺。ずーっと編集だよマジでね。どうしてくれる?いや、まあ俺が東京帰りたいって言ったのが悪いんだけどさ。帰りたいもん。正直こっち痛くねえんだよ俺。マジで、マジで本当に痛くねえからこっちに。俺嫌いやもんこっち。うわー、あと1マスか。ただそこで1が出、あ、いってらっしゃい。これでも千人駅行っといてよかったな。ワンチャンさ、それがさ、あの、残り2の時に行って、で、次のキングの時に来月まで待ちきれないやつで自動的に1になって積むっていうパターンあるもんね。全然。で、リアルにあっこで行っといたのはマジで正解だったな。危ねえ、ボンビラ捨ての可能性もあるもんな。怖っ。で、2からあの、ピポンって言い始めるのは多分そういうことなんだろうね、あれ。危ねえ、マジで。ほんと怖い。前回2度目のギーガを出しちゃってるしね、これ。お前なんかいろいろ持ってたよね。あー、デビルアーケンとかあるな。
てかシャッフルが怖いな。ダビングしてたしね。いや、リアル言うとスペシャルが欲しいけどね。ただシャッフル怖いよな。便利系消滅とこれ持ってなかったっけ。便利系消滅あるんだったら便利系消滅でもうこれバーってやっちゃうんだけど。いや、回収しとこう。ただこいつのカード欄が充実してるっちゃ多分打ってこないんだよね。ただガチの話しちゃうともうカード全部捨ててでも俺の陰陽師とかあの辺を警戒するべきだよ。だって俺の陰陽師の使い方はもう見りゃ分かるじゃん今までよ。お前ら基本悲惨なことになってるからね。俺が陰陽師使った回必ずお前ら悲惨なことになってるからね。誰かは下手すりゃキングモンビより被害食らうんだから。ドレス捨てよ。あ、便利化粧滅ないな。もう一枚取っとこう、ちゃんと危険物資は。もう一枚、じゃあスペシャル。デビルアーケーもちょっと欲しかったけど、まあいいやと。こいつ目的地寸前でボンビラスで飛ばされたな。そういや、あと1マスだったのにな。かわいそうに、あと1マスだったのにね。うん、ねえ、かわいそう。そんなこと思っちゃいねえよバーカ。あー、いいねいいね、どんどん食われるお前は。なるほどね。うんうんうん、それで飛行機乗ると乗れよ。それお前も閉じ込められたぜ。すげえバカがいる。すげえ、こんな分かりやすいバカいるんだ。すげえな。今のお前飛行機乗んなかったら積むんだぜ。すげえいるんだ本物のバカ。まあ普通にこっちの羽田じゃねえわ、なんだっけ、成田から行けばいいもんね。あ、でも新幹線指令なくなっちゃったな。配達か。正直でもカードリブあんま止まりたくないんだけどね、正直ね。とにかく3が怖いもん。はい、出るな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 。はい、ザマミルバーガー。ザマミルバーガー。はい、調子乗ったから、はい、調子乗ったから、はい、目的地まで1マスとかいう調子乗ったから、はい、もう残念ですね。はい、もう残念でしたね。プワプワ言うか。今言うと思ったのみんな、意外とね言わねえんで、あれ結構ね恥ずかしい。てかね、終わって言い終わった後すげえ虚しくなんだよ。一人でモニターの前で俺何やってんだろうなってなるんだよ。あ、冷静になっちゃいけないんだけどね、ほんとね。冷静になったらもう負けなんだけどさ、正直。一駅あたりいくら入ってんのこれ。8000万。8000万か。意外とそんなもんなんだね。でも8000万が10マスで8億、30進んだら24億か。でもそんぐらいか、意外と24億ぐらいか。そんなもんか。意外と8000万ぐらいなんだね、もらえる額ね。思ったより正直地味だ。あ、ざまみろ。でもあいつ結構金持ってたね。半分奪われてもまだ100億残ってるなんて。あれか、観音寺のあれか。あれがなんか何十億か入ってたもんな。いいね、マイナス1000億超えてんじゃん。お前特化1個使えよ。特化1個使ってお前が借金もらえ。で、お前の現金はボンビラス駅に捨ててもらえ。さあ、ちょっと、まあ、どっちみちちょっと売り場行きましょうか。15、16、17。まあ、出目が出ればだな。出目が出れば、よいしょ。はーい。まあ、14、15、16で。お、目的地変更。はい。まあ、ガキだしな。3人ともガキでしょ、確か。さっきコントローラー設定の時にチラッと見たけどさ、これ3人ともガキでしょ。めんどくせー。すげえめんどくせえわ。厄介だね、すごくね。厄介とかいうレベルじゃないね。うわ、お前めんどくせえ。取ろう。確かお前だよな。うん、これは取ろう。ワンチャン使っすぐ使ってくる可能性ある。ウイルス避けたら使ってくるもんな、多分。面倒すぎる。もう出ても出なくてもどっちもいいよ、お前変わんねえよ。
あ、やっぱ出るなって言っといた方がよかったな。出るなって言っとけば出ねえもん、こいつら。今さっきみたいに。帰ってくんな、帰ってくんな、帰れ帰れ。うん、もうなんだろうな、なんか見慣れすぎて怖いね。すごい見慣れたね。せめてイエローカード打てばいいの。だからカード拾うんだったらもうどうせ拾うんだからイエローカード使えばいいじゃん。でもウイルスの有無とかあれなんだろうね、思考にないんだろうね、ガキぐらいだと。でもお払い買ってたじゃん、デビルに対しては意識あるのに、なんでウイルスに対して意識ないねん。対策はするけど、今自分の元にいるかどうかが分かんないってこと。え、どういうことそれ、意味が分かんねん。全く分からん、その状況。まあいいや、まあまあまあ常人には理解できないんだろうね、多分ね。なんか天才の思考はね、凡人を置き去りにするから、そういうことでしょね。ほら、なんとかプラスに捉えてやってんだから。はい、何でしょうね、このグラフ。キング、うわ、出たー。